はい。大はピュアラブです。竹島、毒とは日本領なのか、それとも韓国領なのかを考察していきたいと思います。こちらが 日本の外務省の主張になります。1618年、鳥取藩の与那子の町人、大谷仁吉が、村川一兵衛は、同藩主を通じて、幕府から、 宇都領島への都会免許を受けました。これ以降、両家は交代で毎年1回宇都領島に都会し、アワビの採取、アシカの捕獲、樹木の伐採等に従事しました。 両家は将軍家の葵の門を打ち出した船員を立てて、移領島で漁漁に従事し、採取したアワビについては、将軍家等に献上するのを常としており、いわば同等の 独占的経営を幕府公認で行っていました。この間、沖から移領島への道筋にある竹島は、高校の目標として、途中の船がかりとして、 また、アシカやアワビの漁獲の高地として自然に利用されるようになりました。こうして、我が国は遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには竹島の領有権を確立しました。 なお、当時、幕府が移領島や竹島を外国領であると認識していたのであれば、鎖国令を発して、日本人の海外への渡航を禁止した1635年には、これらの島に対する都会を禁じていたはずですが、 そのような措置はなされませんでした。というのが日本の外務省、日本政府の主張になります。こちらが韓国の主張になります。ウザン国の複属。 神羅の将軍がウザ山国を征伐したことによって、ウザ山国は神羅の一部になります。この時から、移領島とドクトは大韓民国の歴史と共に歩み始めます。 朝鮮時代の百科事典、東国文献備行には、移領党と宇山、かっこ独とは、二つとも宇山国の地であると記されています。世相実録、地理史、 朝鮮朝廷初期の記録である、世相実録、地理史、1454年は、移領島と独島が、高原道に属する島だと記録しています。特に、宇山 カッコドクト、ブリョウ、ウツリョウ島、二つの島は、互いに遠く離れておらず、天気のいい日には眺めることができると記録していますが、晴れた日にウツリョウ島から肉眼で見える島は、 独徒だけです。鳥取藩の回答書。移領党の領有権について調べるために、江戸幕府は鳥取藩に問い合わせを行います。 1695年12月24日になります。これに対して、鳥取藩が、竹島、カッコ移領島と、松島、かっこドクは、鳥取藩に付属しないと返答した。ため、 幕府は、移領党と独島が、日本領ではないことを公式に確認します。1905年の島根県国事第40号になります。日本が、 独徒の自国編入を知らせる告示です。当時、ロシアとの戦争を行っていた日本は、東海での海戦に備えるため、朝鮮の領土が必要でした。そのため、1905年、独徒を 無人の島と主張し、領土編入を試みて、島根県で告示を行いました。以上が、日本の外務省、日本政府の主張と、韓国政府の主張になります。 GHQ の戦後の暫定ラインでは、竹島は韓国領となっています。戦後、日本は最終島、古文党、移領島を韓国側に返還しています。 上記のことを踏まえて考えると、竹島を日本領だというのは、かなり無理があると思います。先ほど見てきましたように、もともと竹島は、右山国として、神羅に帰属していたことからも、 韓国領であることは明らかだと思います。日本側の主張は、江戸時代に領に行っていた人がいるというかなり無理がある根拠だと思います。また、1905年の 島根県への編入も帝国主義時代の明治新政府なのでそこを根拠とするとおかしくなると思いますまた戦後に移領党を返還していることからも移領党の軍党の 竹島も変換していると取るのが普通だと思います。距離的には、移領島と竹島は88キロなのに対して、竹島と沖では158キロもあります。 えー、これらのようにですね、えー、竹島はね、韓国領だと思います、えー。日本政府がね、その竹島は日本領だと言ってるその根拠、えー、これは江戸時代なんですよね、うんえー。しかしですね、この韓国側が言ってるこの根拠というのは、 もう遥か前ね、もう信羅の時代にすでにね、これ竹島っていうのが、えー、韓国側のね、領土だったっていうことを言ってるから、うん、まあこれはね、ちょっと歴史的にも、えー、またね、地政学的にも、えー、竹島は韓国領と取るのが普通だと思いますね。うん。えー、またね、この韓国、 国領のこの、えぇ、ー、移領島ですね。移領島の隣がこの竹島なんだけど、その、まあ、この移領島っていうのはね、あのー、えぇ、ー、まあ、太平洋戦争の時はね、日本がこれ占領してて、日本領にしてたんだけど、えー、この時もね、移領島とかはもう完全にね、あのーえー、朝鮮の人たちが住んでるところだったわけですよ。 うんえー、なのでね、やはりこの竹島および移領島というのはね、えー、これは韓国領であると考えるのがまあ普通ですよね。うん、ご視聴いただきありがとうございました。